んにちは。犬の抜け毛食べてたら喉を痛めました。佐藤ささらです。前回は収容厳選してたんでしたね。多分おそらくきっと今回から仮想編突入になります。前回含めてカタシの主張がすごいな。とりあえず仮想のチンチンついてない方を選択。本日の新入りのカカシくん、頭頂部バキュームフェラがお得意のエッチな子です。中折れー洋館から異臭がする。本日のどこ当て天然劇場、何これ暴走対処忘れでキュウリが逃げ出してたんですけど、これワンチャン釣りになっちゃうんじゃね。キュウリッシリッシリ、はっ、心臓って時間制限もあったら、そういえばまあ治療すれいいだけなんですが、エデン君迫真の生理225、全部うんち、結束ループして数日後の録画。そういえばメソド抑制してないことに気づいたので、ここでやっちゃいましょうか。崩壊からのチラリズムがドスケで、他の上層セキュラの時は何かしら縛りプレイしてたので、今回も一応一時停止を縛っています。なお投稿者は他シリーズでほとんど同じ縛りメソドをやったことを完全に忘れている模様。黎明試練は6章。オフサー処刑不足で大鳥脱走。オフサー処刑しようにも弾丸が全然足りないんですよね。なんで弾丸すぐなくなるんやろなぁ。暴走レベル4。頭頂部フェラに適切なモザイクがかかってエロに磨きがかかります。はい。見どころさんは各自で補ってください。ゲソド抑制を難なく超えてしまいましたところで、申し訳ないのですが今回はここまでとさせていただきます。もう録画が切れて草なんだ。もともとゲソド抑制がもうちょっと長尺になると思ってたんですけど、編集し始めて内容すっかすかなことに驚いたよね。次回はもうちょっと長めに録画作ってきます。ご視聴ありがとうございました。